ドライブレコーダーで映っていたエッチなものとは。覗かないでよエッチ。なんで男の子ってあバカでスケベなのかしら。はいどうも、いつも前回ブリブリ昭和生まれの23歳、ゲロ兄さんです。ワッチゲッショーディー。ドライブ中ブーブー。今日も元気にドライブ中。エッチなバイクです。ブー。足元にご注目。地面スレスレで走行しています。ちょっと危ないかな。ずっとスレスレだね。足首巻き込まれないようにね。ゲロ兄さんチャンネル、今日はビッグバーイ。イエーイ。帰るぜ。じゃあな。ビビビ、歩行者発見。浮かまれる浮かまれる。後続車に抜かれないようにブロック。ビシッ。おい、何こんなところで止まってんだよ。ありがとうゲロ兄さん。俺なんていらないぜ。おい、運転中お姉さんを発見したらどうする。安全を確認した上で停止して目視。分かったところダブが。へい。ビビビ、お姉さん発見。ありがとうゲロ兄さん。俺なんていらないぜ。走らなくてもいいんだぜ。安全を確認した上で停止して目視。男は必ず見る。分かったところダブが。ゲロ兄さんチャンネル、続いてこの歩道にご注目。マジかい。お姉ちゃん、逆走で突っ込んでこないで。危な。ふったではよくあることです。うん。あんたバカ。ゲロ兄さんチャンネル、おまけ。ビッグボーイのランチは超お得。あ、白身フライだ。こっちはチキングリル。ごちそうさまでした。アスファルトシューズを切りつけながら泥を走り抜ける。人は危険です。ゲロ兄さんはついに自らの意志で愛車を降りる。だが彼に関係なく進行する最強の埋もれが次の惨劇を生むのだった。次回ゲロ兄さんの戦い、この次も月に代わってサービスしちゃおうよ。ゲロ兄さんをチャンネル登録高評価で、今日からあなたは無事故無違反。それでは皆さんご安全に。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ゲロ兄さんのモチベーションアップにつながります。